どうも西田渉です。私は20年間人物を中心に撮影しております。またプライベートでは街のスナップ等を中心に最近は撮影しております。そういった中でなんですけれども、本日は EOS RP のレビューを行いたいと思います。約2週間ちょっとですかね、使用しましていろいろ使いました。とにかくね、これ軽いので簡単に持ち出せるっていうメリットがあったので、どんどん持ち出していろいろなレンズつけたり楽しんできました。こちら EOS RP のカメラの結論から申し上げます。で、結論なんですが、多用途に展開可能なスナップの最強機っていう風に僕は位置づけました。で、そういった中で良いところ悪いところっていうところを挙げていこうと思います。では本題に入ります。良いところなんですけれども、1点目、それがですね、圧倒的な軽さですね。 485g、 これがバッテリーが入ってカードも入ってで 485g ですから、とにかく軽いですね。本当に昔僕もマイクロフォーサーズとかその辺が出てきましたってなった時にオリンパスの機種とか買ったんですけれども、あの辺を買った時の思い出みたいのがちょっと蘇りましたね。それでフルサイズですからね、このカメラね。ちょっとねびっくりしますよね。ここまでいよいよ来たんだなっていう感覚ですね。軽い、本当に。当時のねオリンパスペンとかまだ光学が入って、光学のファインダーだったんで、もちろんミラーレスではなくっていうとこだったんで、またねちょっと違う時代ではありましたけど、それぐらいの感覚、ちっちゃい、とにかくちっちゃい軽いっていう感じですね。マイクロフォーサーズ級の軽さっていうところがまず1点いいところですね。で、次にいい点なんですけれども、これフルサイズとは思えない値段ですよね。調べた感じだととにかく10万ちょっと出せば10万強で買えるわけですよね、このボディ自体はね。いろんなね、中古だけじゃなくキャッシュバックキャンペーンとかも多々やってる機種なので、そういうことを考えると本当に10万ちょっと出せばフルサイズが買える時代になってるんだなっていう、本当に驚きがありますね。すごい時代になってるなっていう感じです。それがまず1点。2点目ですね、いいところっていうところですね。次にいい点なんですけれども、この基本的な写真を撮るっていう行為のカメラ性能がすごく高いんですよね、このカメラ。軽いし安いし、だからそこそこだろうって思いきや、じゃあ撮ろう、あれを撮ろう、これを撮ろうって言った時の撮れる能力っていうものがね、基本的に高いんですよね。全てちょっと高い次元で全部まとめられてる感じです。もちろん EOS R とかと比べると、あ、これもないあれもないっていうところあったりはするんですけれども、ただこれを撮りたいと思った時にはある程度撮れてしまうっていう機種ですね。って言いますのも、まずはシャッターですよね。メカシャッターとして4000分の1を確保してるっていうのが大きいですよね。さあ撮ると電子シャッターではなくメカニカルシャッターで4000分の1なんで、ということはそれだけ何かを撮ろうと思った時に安定したシャッターが切れてるっていうことなんですよね。4000分の1のシャッターが切れてるってことは、ちゃんと125分の1、200分の1、500分の1っていうことで、ちゃんとシャッターが降りてるってことなので、その辺の確実に撮れるっていう安心感がありますよね。4000分の1までね、ちゃんと出してくれてればっていう。結構下位の機種になると2000分の1ぐらいとかで止まってたりもするものもあるので、ちゃんとしてるなっていう感じがしますね。あともう一点、撮りましたで書き込まれる SD カードに書き込まれる書き込みの速さ、バッファですとかローで撮影していたとしても書き込みの速さ、そしてカード初期化しようと思った時の 128GB のカード僕入れてるんですけれども、初期化のスピードとかもめちゃめちゃ速いんですよね。なんかそういう、もう本当に写真を撮る上で一番最低限必要なことっていうもの自体がちゃんとまとめられてるって感じですね。ストレスがほぼないんですよね、撮影してて。ファインダーを除いてもっと高精細なファインダーだったらとか思うことあるんですけれども、とにかく写真を撮ってそれが書き込まれるとか、それを初期化して消すとか、そういった一番根本の部分はきっちりと作り込まれてるカメラだなと思いますね。スチールのカメラとしての基本性能がやはり高いです、これ。で、次にいい点なんですけれども、この映像エンジンのディジック8、これがですね本当に素晴らしいですね。これが乗ってくれてるおかげで ISO 4万の常用感度がまず使えますし、これ EOS R と一緒なんですよね。なのでもちろんバッファーとかその辺の違いは多少ありますけれども、基本的な映像エンジン自体は優秀なので、特にねその辺の高感度に強いというところで助かりますよね。本当にスナップって結局シャッタースピードを稼がなきゃいけないので、あと思って撮るってなった時にはやはりシャッタースピード必要なんですよ。上げるためには必然的に感度が、高感度が必要になってくるっていう、そこはもうかなり綿密な関係がありますから、 ISO 4万まで撮れるっていうのはね、常用感度でそこでまとめてくれてるっていうのはすごい助かりますね。スナップを
プライベートで撮ってるので、以上がですねこちら EOS RP のまずいい点ですね。次に悪い点を挙げていこうと思います。で、悪い点の1点目なんですけれども、好みの分かれるシャッター音お聞きいただけますでしょうか。こういう感じですね。シャッターオンプラスここのシャッターの切れっていう部分も多分好みが分かれる感じがしますね。この押し込んで自分がここで今シャッター切れたはずと思った時のもう一ストローク必要な感じとかが人によってはちょっとフラストレーションになるのかなっていう感じはしますね。ただですね、僕はちょっとね別のレビューでも申し上げたんですけれども、これ結構この優しいシャッター音っていうのがですね意外と空気感としては僕好きで、それこそライカのレンズとかをつけた時にこのシャッター音でいてくれるおかげで何かね雰囲気よく気持ちよく撮影できたりするんですよね。人とのポートレート、人物ポートレート撮ってても結構この優しいシャッター音のおかげで何かいい空気感、柔らかい空気感とかがあったりもするような、攻撃性が低いと言いますか、そこはね結構僕の中で好きかなっていうふうに思いました。ただ動いてたり人が動いててあっと思って撮ろうと思った時には意外とちょっとねストロークがもう一ストローク深い感じはして、確かにフレキシブルではないかなっていうのは正直思ったりはしますね。好みが分かれるかなっていうふうには思いました。で、次に悪い点なんですけれども、ちょっとねボタン類足りないかなっていうふうに思いますね。いろんなあれも撮ろうこれも撮ろうっていうふうに思った時のストイックなセッティングをするっていう風になると意外とボタン類が足りてないかなって感じがしますね。ほぼ上にもボタンがないので、そういった時にはこのロックボタンとかもね、こう上についてるロックボタンとかもこれも逆になんか別の割り当て機構1個ぐらいあってもいいかなっていう感じはしますよね。当て込むにしてもオートフォーカスの切り替えのメニューとかが意外と当て込めなかったりとか、そういったところもあるので、ちょっとね EOS R 使ってるともう一つそこ欲しいなっていうところありますね。このカスタマイズの拡張性みたいなところですかね、そこがもうちょっと欲しいなっていうふうには思いました。で、もう1点悪い点なんですけれども、拡大設定の際のシャッター半押しで戻ってほしいなっていうのがありますね。拡大設定って言いますのはこう覗いてマニュアルとかで合わせるときに向こうにある被写体を拡大してここでマニュアルピント合わせてこう戻してそのままシャッターを切るっていう機能なんですけれども、その拡大の際に、まあ、キャノン機 R も比較的そうなんですけども、 R はね設定で追い込めるんですけども、これちょっと追い込めないんですよね。拡大します、5倍、10倍、そして戻るみたいなとか、拡大したまんまシャッター半押しを押せば、半押しすればそのまま普通の写真のフレーミングに戻ってほしいっていうのがちょっと正直なところなんですけれども、まあ、ソニーとかのカメラはねそれできるんですよね。なんか半押ししたらこの拡大縮小が勝手に立ち上がってくれて、離したらもう戻るとか、その辺がすごく上手に作られて、マニュアルフォーカスに関しての設定とか、おそらくなんですけどマウントアダプターをつける前提とかでカメラが作られてるなって感じがしますよね。ソニー機はもうちょっとこのキャノン機もこの RP とかもそうなんですけど、マウントアダプターをつけて撮影する際にはどういう機能が必要かなとか、どういう設定が必要かなっていうところをもうちょっと煮詰めてもらえると、もっとこの RP 自体の軽さとかも活かしながら、もっとこういろんな人に訴求できるカメラになっていきそうな気がしますよね。以上が、こちらのカメラの悪い点として挙げさせていただきました。で、総括に参ります。で、総括なんですけれども、とにかく持ち出す頻度がですね、この軽さ 485g という軽さのおかげで本当に多くなりましたね。この2週間今日使って EOS R で撮影するときは結構がっちり撮影するっていう意識のとき、それ以外で何かあるかもぐらいで持ち歩こうと思うと絶対 RP ですね。それぐらいやはり軽いっていうのはもう絶対間違いない武器なので、そこはすごいいいかなと思いますね。で、先ほど申し上げた軽くて性能とか写りが悪かったら意味がないんですけれども、フルサイズでさらに軽くて、で、写りがいいっていうのがねやはり一番持ち歩く原因きっかけになりましたね。写真のクオリティがすごい高いんですよね。なので安心して持ち出せました。で、その上で安いですよね。10万強で買える、これそのうち多分10万切ってくるカメラになるんじゃないかなっていうのも予想されるぐらいのカメラですから、かなりねまだちょっと埋もれてる機種ですよね。何かきっかけでパンケーキとか本当に軽い何かっていうレンズとかが出てきたりしたら一気に化けるカメラになりそうな気がしてるんですよね。まだ RF レンズが重いレンズ、大きいレンズとかちっちゃいレンズだったとしてもそこそこ300グラム
ムぐらいあるレンズだったりしてるので、この RP 自体を活かしきれないんですよね、キャノンの純正レンズたちが。なので僕みたいに先ほどマウントアダプターつけてちっちゃくしてみたりとか、本当に EF の 40mm、 あの今までの一眼レフのパンケーキレンズをつけて遊ぶぐらいしか、まだこれの本当の軽さを利用できてないので、あれとかもいいですよね。例えばですけど、もう 28mm レンジとかでもいいので、 28-70mm で暗いレンズでもいいので、その代わりもうすごい薄いパンケーキ級のズームレンズとか出てくれたりすると、例えば 100g 台でそれを出すとか、そういう風になったりすると、もう一気にこのカメラが劇的に変わりますよね。なのでちょっとね、まだ期待してます、このカメラには。安くて軽くてってなると、あとは外につけるレンズさえ整えば一気に化けるカメラだと思ってるので、今回の EOS RP のこのレビューは第1弾と考えてまして、今後も第2弾、第3弾という形で外のレンズが出てくれるおかげで多分もっと成長するカメラだと思ってるので、今後もまたレビューしていこうかなっていうふうには思っております。でまずはね、この現状2週間、今現在2019年12月現在でのレビューという形で皆様にはご覧いただいければと思っております。でまたね、EOS RP ユーザーの方とか、またこれから購入考えている方とか、そういったところでご質問等ございましたら、コメント欄をご利用いただけたらと思います。合わせましてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今後もまたカメラレンズだけでなくね、撮影の仕方ハウトゥーとかもどんどん番組作っていこうと思っておりますので、これからもご覧いただけたらと思います。それでは失礼いたします。西田渉でした。